晴れたらハーレーをご覧いただき誠にありがとうございます。今日はですね、このバイクのバックのさせ方についてお話ししたいと思います。よくバイク屋さんがね、バイクをバックさせるときってこういう体勢でバックさせるのを見かけますよね。バイク屋さんはこうやってなかなかバックさせるっていうことないと思うんですよ。みんなどうしてこうやってバックさせるかというと、理由は簡単です。こっちの方が押しやすいからですね。視界が確保されているだったりとか、力が入りやすいということで、バイク屋さんなんかはみんなこうやってバックさせるんですけども、でも一般ではなかなかこうやってバイクをバックさせる方って少ないと思うんですよ。これ理由は、反対側にバイクを倒しそうだから怖いということで、なかなか、こういうふうにバックできなくて、こういうバックですね、をさせるのを見かけることが多います。でもこれ大型バイクはですね、一人でこうやってバックさせると、やっぱり見た目がスマートですよね。で、ちょっと今日はこのコツなんかをちょっとお話ししたいと思います。まずその、コツの一つ目はですね、こう、左手一本で、こうサイドスタンド払ってますよね。こう、バイクをこう、垂直に保ってバランスが取れるかということなんですよね。ちょっと怖いかなと思う方いらっしゃると思うんですけども、意外とこの体勢で左手一本でバイクのバランスというのは割と取れます。もちろん練習される際は両脇にこう補助でちょっとしてもらった方がいいと思うんですけども、意外と思いのほかさほどこうやって左手一本でバランスを取ることっていうのは難しくないかと思います。ただ意外と怖いのがこのサイドスタンドですね。ちょっと反対側にしないといけないので、反対側に倒しそうになるというのでちょっと怖いところがあるんですけども、バイクを垂直に起こしてサイドスタンドを払って、左手一本でバイクを垂直にして、バランスが取れると。でこの時体は後ろを向いているということですよね。でこの右手ですね、右手をシートなどにかけると、で左足で押しながら右腕で同じくこう突っ張るようにバイクを押して、後方にバックをさせるということですね。でですね、このバックのさせ方で、一番こう怖い瞬間というのが、この押し始めてですね、転がり始めていうんですかね、転がり始めの時に、何かちょっとこう抵抗があったりすると、この力がこうではなくてこっち向きにかかりやすいんですね。バイクがこうバックしないもんで力を入れたらこっち側にちょっと力が入って、反対側に倒してしまうということがあるので、この下のですね、路面はできるだけこうスムーズな路面で練習されるといいかと思います。左腕で、しっかりグリップを握って、車体を起こしてサイドスタンドを払うと、で右腕を、突っ張り、左足で押しながら、右腕で押しながら転がり出すと。で一旦転がり出すと、右腕ですね、こちらの手はこう突っ張ってるだけという感じですね。足の力で押しているというような感じですかね。でこの時自然は、後方ですね、進行方向を向いているということです。なので左腕はこのような角度になっております。このような感じでですね、大型オートバイでも一人でスムーズに、スマートに、バックができるようになれば、こう仲間内でもですね、こうちょっと、一目置かれる存在になれるんじゃないでしょうか。今日はありがとうございました。